なんだ、すっげえ衝撃音。これってば、へへ、かかし先生しかいねえよな。ついに見つけたぜ。かかし先生、やっと見つけたってばよ。お、ずいぶん遅かったじゃないの、ナルト。ああ、サスケてめえ、抜け駆けするなんてずりーぞ。何言ってやがる。お前がトロイだけだろうが。な、トロって、なんだっぞ。まったくお前ら、顔を合わせるたびに喧嘩して、いつまで経ってもチームワークが全然取れてないな。こいつがすっごく自分勝手だからだってばよ。それはお前だろうが。やれやれ、俺からすればナルトもサスケもただのガキだね。な、何が言いたい。力も弱けりゃチームワークもダメ、口喧嘩しかできないひよっこってことだよ。サスケ、仕方ねえ、お前とは一時休戦だってばよ。奇遇だな。俺も同じことを考えていた。ん？お前よりも、何よりも先に、カカシの野郎を、ぶっ倒さねえと気が済まねえ。ん？影分身の術！影分身の術で、馬鹿正直に突っ込むだけじゃ、俺はやれないよ。そんなもんはやってみねえとわかんねえ。まだまだ。だから無理だって。我が見えない。今だ、サスケ。アトム、アトム、王家級の術。まったく、なんつう攻撃よ。へん、どうだい、俺の強さを思い知ったか。俺の強さってほとんどサスケの攻撃でしょ。いや、まだまだそんなんじゃ俺をやることはできないね。お、なんだ。こいつら、よし。ああ、お前たち、なかなかいい動きをして。ねえ、サスケ。聞いてないし。お前があそこでミスるからだぞ。何言ってやがる。ミスったのはお前の方だろうが。だっとこの野郎。俺をやっつけておくべきだって、まったく、少しは成長したと思ったんだが。はーい、ほれほれ。ない、それってば、俺の水晶。忍者たるもの、いかなる時でも隙を見せるな。とりあえず、これは預かっておくよ。悔しかったら最後まで勝ち上がってくるんだな。ま、できればの話だけどね。やすか。これってば、俺ってばまだ諦めねえぞ。最後の最後まで追っかけてやる。そんでもってカカシ先生を見返してやるんだってばよ。よっしゃ。